クラップ・イア・ハンズ・セイヤーはアメリカのインディ・ロック・バンドである。しばしばサイ・ハジーと略される。ライブで演奏するバンド本国アメリカではレコードレーベルに所属せず作品を自主リリースしている。ニューヨークのブルックリン地区で結成しフィラデルフィアにも拠点を置く。バンド名は街頭の壁の落書きから取った。デビューアルバムクラップ・イア・ハンズ・セイ・イェイが口コミで広まり、 世界的な評価を得る。2007年2月にリリースされたセカンドアルバムサムラウドサンダーは発売1週目で19000枚を売り上げ、ビルボードを200で47位にランクインした。2006年のフジロックフェスティバルに出演を予定していたが、ボーカルのアレックの喉の調子が思わしくなく、ドクターストップがかかったため出演をキャンセルした。しかし翌年にリベンジを果たすがごとく出演。 最終日のレッドマーキーの鳥を大盛況の中務める。2009年のフジロックフェスティバルでも来日し、最終日のホワイトステージに出演した。2011年、サードアルバム、ヒステリカルをリリースする。2014年、ホースアルバム、オンリーランをリリースする。2017年、フィフスアルバム、ザツーリストをリリースする。ありがとうございます。